どうもトシです、本日回復するものを見ていきましょうか。本日回復するものはこれですね。ドラゴン、スーパードラゴンボールヒーローズ。体組、14。13回復、前の段の次の段とかね。で、カードは全12周で、お事前にカードが入ったらね、こういうカードが入ったことはね、こうフリーザーのゴールデン、フリーザーか、みたいな感じで入ったらね、集めたカードでバトル、まあ、感じで、ゲーム戦の、こういう、クエ戦のやつやろ、こういうやつ。で、またグミが一応1個入っとるけど、全員、種類ごと全然違う。まあ、前回です。多分前回のやつと一緒やな、多分。神とか通信説ドラゴンボールのまあいろいろやつやろ。で、じゃあね、一応ラインナップがいいかな、こういう感じで、こういう感じやね。ラインナップ組の、まあゴールデンフリーザー、ビジット、マリオって感じやね。あ、映画やね。映画ってね、テレビの、動画のやつか、動画とか、まあ、詳しくは分からんけどな、こういうのは。見たことないからな。こういう感じで。まあ、パッケージは、まあ、フリーザー、ゴールデンフリーザーとベジータ、多分、ご飯と悟空の、悟空ブルーでいいかな。うん、感じだね。それじゃあ、回復する準備をしましょう。開封する準備ができたんで、見ましょうか。一応、グミも、まあ、グミも種類あるやんけど、それはもう、まあ、見んでいくか。多分、前回と違ったもんから。まず、一枚目のカードは、いきなりゴールデンフリーザーかよ。いきなりだよ。いきなりフリーザー、このパッケージのやつ。これやな。これで欲しいやつか。まず、いきなりパッケージが出ると思うことだな。ラインがこう、結構キラキラしてるね。もう、ほんまにゴールデンって感じやな。アップはこんなやつやね。こういう感じで。デスボール出ても、デスボールを使用、まあ、デスボールの力を貯めてほしいって感じかな。感じで。スミーカー、ちょっとキラキラで見え、ちょっと見えにくいな、ちょっとキラキラして。ゴールデンフリーズだ。ゴールデンデスボールって。な、画面はこんな感じだね。セータスが入ったよね。ヒーロー、祈願、こういう感じでセータスがあるって。こういう効果見て、効果って感じかな。効果なんかな。そのゲームはしたことないけど。こういう感じで。ね。よいしょ。で、じゃあ、2枚目のカードは、仙人さん、亀仙人や。神々派だったな。これ映画のやつなんかね、映画のやつなんかだ、ガンスカメカメハっていうシーン、映画のシーンと一緒なのかな。こういう感じで。画面はこんな感じだね。アップはこんな感じで。このカメカメハって何百年結合して獲得したような話ができるようになったっていうけど。悟空に一瞬で一発で出てきた。悟空はその一発でできたんやけどな。感じで。ステータスはこの感じ。ステータスやな。叩きって、バーサーカー叩きっとってね。で、感じやね。こういう説明があると。感じやね。よいしょ。次、3枚目は、トランクス。これは GT のやつか。ドラゴンボール GT 見とった GT しか見たことないんだよな。あとは主に、いとこの兄貴がダビングしたやつしか、ビデオをダビングしたやつしか見たことないんだよな。映画をダビングしたやつか。バスターキャノンっていうな。感じで。かね、アップはこの感じ。アップはこの感じ。これヘッドアップ、HP とパワーとガードが。バスターキャノン。じゃあね。ご説明があると。もういい感じだね。よいしょ。
で、4枚目のカードは、おっと、ベジータじゃなくて、ベジータがこれ。ベジ、あの、ポタラでガジ、ガダスやったの、これ。ベジット。感じ、ね。今この、アップの感じだね。ですが、マジンブーを倒すために、ポタラっていう、まあ、この、イヤリングみたいなやつで、つけ、片方ずつ、片方ずつ、僕と、ベジットがつけて合体するやつだな。でも、前、説明ではですけどね、これ合体したら一生子供って話だったけど、なんかそれ、なんかね、なんか理由が来た理由ですぐ、何時間わからんけど、時間経ってからもう分離したんけないですか。まあ、アッパーこんな感じだね。ゆっくり行くか。早かったか。こんな感じだね。ポイントもちょっとキラキラして、まあキラキラしとくけど、ミックミックいいな、これは。ほんまに。裏面はこんな感じ。裏面の方が見やすいよな。どういうさ、こういう感じやね。これ説明があって、また、それに、目を見てみた。こんな感じやね。よいしょ。で、ラストのカードは、一緒やー。亀仙人さんダブってのはまた亀仙人2枚目やね。全部の開封が終わりましたんで、カードをもう一度見てみましょうか。よいしょ、カードこれね。最初やったのはゴールデンフリーザーやね。で、亀仙人で、亀仙人トランクスと GT 版ですよね。で、ベジットで、亀仙人がまた2枚目やね。感じでこういう感じで出たやったら、まさか一発目でこういうゴールデンフリーザー、レア度が高いやつやん、確か。レア度が高いやつは誰でもなかったな。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。もしよかったら、この動画の評価とコメントの方もよかったらお願いします。あとは、この動画以外の他の動画とかもありますので、それもよかったら見てください。まあ、最終的に、まあ、このチャンネルの登録の方もよかったら、それもよかったらお願いします。それじゃあ、また次の動画で。